世論調査の出口調査等の結果から見ますと自民党がやはり圧倒的に強かったということであります我々野党とすればやっぱり自民党の政治を変えていこうということで今回の選挙を戦いましたけれどもこの結果を見れば我々は力不足もうこれはもうあの負けを認めざるを得ないと あの思っております、まあ,あのただ少し、えー、維新の会としては、えーまあ、メンバーはあの増やしていただきましたんで、えーまあ、あのそれなりに、えー、以前よりはあの力をいただけたというふうに思ってますんで、えー、今後は衆参合わせて増やしていただいたあその議員を 一致団結して、ですねやはり自民党は前例踏襲、昭和の形を継続している、行政の運営をしているというふうにわれわれ捉えてますんで、これはもう令和の時代、人口減少、超高齢化社会には、やはり昭和の時代のやり方は合わない、持続可能な日本を作るためには、これからも改革というものは必ず必要だと。 思ってますんで、えー、国会議員団はしっかりと自民党にぶつかっていってもらいたいたとこう思っておりますあの以前から申し上げているように、えー、僕自身は来年の首相任期を持って政治家を引退しますから、あの規定路線です、期待を決めている人間がいつまでもあの党のトップに、えー、こうトップにあのいるというのも、 これはまあおかしい話ですから、えー、今回のこの参議院の選挙がもう終わりましたら、えー、次の、あのー、代表にしっかり引き継ぎたいと。日本維新の会のメンバーも増えてきてです、ね、じゃあこれどうするのかと、代表選挙になるということになります。であの僕自身は大阪府知事の仕事、そして大阪維新の会の代表をしておりますので、そちらに集中をしたいと思います。 ですので代表選挙に出ることはありません。まず自民党は今回の選挙で掲げた公約をあのしっかり守ってもらいたいと思います。それは第一にやっぱり憲法改正です。今回の選挙で、えー、安倍元総理がもう本当に残念なお亡くなりのお亡くなりの方になりました。 今回、選挙で、えー、自民党の,あの皆さんは安倍元総理の意思を、えー、引き継ぐと、はっきり公約で掲げられているわけですから、このこれだけの衆参合わせての、昨年の衆議院、今回の参議院、衆参合わせての大勝利を自民党、収められているわけです。3分ののの発議議、えー、そういうい、えー、席を得ることができれば 自民党が憲法、えー、審査会の、えー、この舵取りをやってるわけなんで、ぜひ、えー、約束を守って、えーまあ、僕は今回の選挙でもスケジュールを決めないと、この、えー、具体的に、あのー、改正条項というのが、えー スケジュールを決めてこそ、具体的な議論ができるということをずっと言い続けてましたから、これ、岸田総裁は非常に重たい民意を得たと思ってます。